お塔やお先祖参りはこれだけで終わりではありません。この後、両神社の宮司宅にて神の霊言をいただく直来が始まります。最初は立岡神社の宮司宅での直来です。直来では余興で歌や三味線、しゃぎりなどが披露され、とても賑やかでした。心は高さぬ、心は高さぬ、君の恵み。直来が始まり、およそ1時間後、各家からの迎え人も到着しました。恒例の大杯回しが始まりました。今日は念には念を入れて、お一人ずつにてござそう。あら、早っ。よそ見してるじゃん。おい、勘弁してよ、俺。はい、温泉やりかけろ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 。はい、わっしゃ。はい、おめでとう。神並みと。はい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 。神並みといてください。そうだな。オーケーオーケー、ゆっくり温泉やりかけろ。おい、温泉やりかけろ。はい、温泉やりかけろ。はい、よっしゃ。はい、温泉やりかけろ。はい、はい、おーさーやりかけろ。
ち負けてらんねえぞこれは。あれは負けてらんねえなこれは。あじゃあ、おっさんやるかけろ。おっさんやるかけろ。ゆっくり。おっさんやるかけろ。はい。おっさんやるかけろ。やるかけろ。はい。おっさんやるかけろ。やりかけろ。おっさんやりかけろ。おっさんやりかけろ。はい。おっさんやりかけろ。はい。おっさんやりかけろ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 。わっしゃい、わっしゃい、わっしゃい、わっしゃい。させていただきました。もっと盛り上げていきたいと思います。7月に向けていきたいと思います。どうもありがとうございます。杯を飲み干した音屋組の男性たちは酔った足で隣の熊野神社の宮司宅へ向かいました。あ、いや今回初めて参加したんですけど、はい、結構大変ですね。はい、大会はどうでした？大会はちょっと来次回までまたちょっと鍛えておきたいなと思います。ありがとうございました。NPO 法人ハイットでは今年も神社の参道を明るくとろうそくを灯しました。暖かな明かりが灯っていました。音屋組はこれから夏まで吹きの調達、どぶろくの仕込みなど多くの準備を行い、7月の本祭に備えます。